レッドブルエアレースワールドチャンピオンシップは2003年から2019年まで開催していた極技飛行パイロットによるエアレースシリーズの総称国際航空連盟公認のレースであった最高速度時速 370km 最大負荷 10G に及ぶ過酷な空中タイムトライアルの連続でイベントが構成され空の F1 とも形容される 厳しい競技環境に耐えうる強靭な肉体と飛行機を正確に操る技術力、集中力が要求される競技であり、極技飛行の国際選手権優勝者や空軍教官を経歴に持つパイロットが多数を占める。自身も選手として参戦していたピーター・ベゼネーが提案し、レッドブルの企画で2003年に始まった。2011年から2013年まで休止され、 2014年からエンジンとプロペラを統一して再開された。日本では2015年、2016年、5日、2017年、2018年、2019年に千葉県千葉市三浜区の幕張海浜公園で開催された。2019年5月29日、レッドブルが主催する他の世界選手権と比較して、業界外から、 十分な興味を引くことができなかったことを理由に、同年9月の日本幕張海浜公園でのレースを最後にシリーズを終了することが発表された。2022年より同様の競技フォーマットや競技飛行機を使用し、後継となるエアレース世界選手権が開催されることが発表された。こちらもファイが公認する世界選手権となる。 レースのために建てられた臨時の完成塔、会場コンテナを改造した完成塔1開催は、トレーニング、予選、ラウンドオブ14、ラウンドオブ8、ファイナル4の5つによって構成されている。各開催の順位に応じて、ポイントが与えられ、年間を通して最も多くのポイントを得たパイロットが、チャンピオンとなる。大会は、というスケジュールで行われる。ポイントは、 以下1ポイントずつ減っていき11位以下が0ポイントとなる。2014年からは上記の方式をマスタークラスとし若手選手発掘、育成のためルールの簡易化と期待を統一したチャレンジャーカップが創設された。2008年以前はという方式だった。浦安市墓地公園横の護岸に設けられた臨時飛行場浦安市総合公園に隣接して設けられた 格納庫臨時滑走路となった芝生の上を飛行するジブコエッジ540世界各地を転戦するツアーレースであり、ロビニやエルジェベド橋など開催国の著名な観光地をコースに含めることが多い。レース用の機体は長時間の飛行には向かないため、競技会場付近に空港や飛行場がない場合、近隣の広い空き地に場外離着陸場とハンガーを設営し、 専用バックヤードとしている。2015年に千葉で開催された際は、浦安市墓地公園の道路に、全長800メートル、幅20メートルの臨時滑走路が整備された。アスコット競馬場では、観客席前の直線コースから直接離陸し、コースに入る。千葉市消防局消防航空隊ヘリコプター、大鳥1号、2号による、 空中消火デモ会場に設置された大型スクリーンに映るアクロバットチームの小曲技飛行用の単発プロペラ機を操り5から6キロメートルのコースに設置された高さ25メートルのパイロン型風船障害物を規定の順序と方法で通過ゴールまでのタイムを競う。曲芸飛行ではなくタイムトライアル競技ではあるが小型の機体が高速で動くことから目視しにくいため コース侵入の直前にスモークを焚いたり、尾翼とコックピット内にカメラを設置し会場の大型スクリーンで放映するなど、観客や視聴者への配慮がルールで定められている。レースの合間には開催国の軍の極技飛行隊による展示飛行、消防航空隊による救助デモなどが開催されるほか、レッドブル所有機の飛行や民間チームのエアショーが行われる。 予選前に行われるメディア向けのテストフライトは、元参加者のマイク・マンゴールドや、ポール・ボノムが行っている。レースへ参戦するには、現役の曲芸飛行士が最低条件で、さらに、レッドブルが主催する、クオリフィケーションキャンプへ参加し、レッド・ブルやアーレース委員会が発給する、スーパーライセンスを取得すると、チャレンジャーカップに参加する、チャレンジャークラスの選手として登録される。 そこからスーパーライセンスを取得し成績を残すとマスタークラスに参戦するマスタークラスの選手として選ばれる。パイロットにはパラシュートやハーネスのほか失神を防止するためタイジースーツ、G レーススーツの着用が義務付けられている。コースが会場の場合は傍聴式の救命胴衣も着用する。参加選手はマットホールや フランソ・ワルボットラ元空軍パイロットと、ムロヤ・ヨシヒレ、ハンネス・アルヒ、マイケル・グリアンなど民間出身の極芸飛行士が多い。なお、極芸飛行士には、軍の極技飛行隊に所属する軍人も含まれており、所属先の許可が降りれば参戦が可能である。2016年現在は、マルティン・ソンカとクリスチャン・ボルトンが個人として参戦している。専業の極限飛行士ではなく、 パイロットスクールの教官や旅客機のパイロットを兼業する選手もおり、ポール・ボノムはレースがない日は、ブリティッシュエアウェイズでボーイング747の機長を務めていた。工事位がかかる過酷な競技であるが、他のモータースポーツと比べ参加選手の年齢は高い傾向にあり、マスタークラスは40代の選手が中心である。2016年現在は、 ピート・マクロードの32歳が最年少、参加記録である。また、レース創設に関わったピーター・ベゼネーは59歳となった2015年シーズンまで現役選手であった。アジアからは2009年に日本人の室屋義秀が初めてエントリーし、マスタークラスに参戦している。また2015年には元マレーシア空軍教官のハリム・オスマンがチャレンジャークラスに参戦した。 2017年からはチャレンジャークラスに中国出身のケニーちゃんが参戦している。ピート・マクロードのチームが利用するハンガー内。ハンガー内でエンジンを降ろし整備するフアンベラルでのチームのメカニック。母国の国旗を模したカラーリングのポール・ボノムキレイスにはチーム単位での出場のためパイロットに加え整備を担当するエンジニアとチームを統括するコーディネーターを基本とし、 チームによっては、コースレイアウトや気象条件を分析し、アドバイスを出す、レースアナリストやメディアに対応する、広報担当などが雇用されている。室谷は、アメリカスカップで、日本チームを主導し、曲芸飛行士でもある、ロバート・フライをコーディネーターに起用している。ナイジェル・ラムが2014年シーズンの総合チャンピオンとなった一員として、工学部の大学院生のマックス・ラムが、 スクーデリア・フェラーリのテクニカルディレクターであるジェームス・アリソンが開発したプログラムを利用したレース解析が功を奏したためである。カービンチャンブリスはマイクロソフトリサーチ出身のアシッシュカプールをアナリストとして雇用している。ポール・ボノムのチームはレースアナリストはおらず空気力学の専門家でミナス・ジェライス国立大学教授のパウロ・アイス・コールドが参加していた。自動車レースと 同じく機体や主翼は、スポンサーの企業カラーや、ブランドロゴで塗装されることが多いが、複数の小口スポンサーで参戦するチームは、青を基調にレッドブルのロゴを配した、レッドブルカラーに塗装し、尾翼に国旗を描いたり、オリジナルのカラーリングや、母国の国旗をイメージした塗装とすることが多い。チームは、バックヤードに用意された仮設ハンガーを利用する。仮設ではあるが、 機体の格納だけでなくエンジン銃整備も可能であり、ハンガーで修理できないレベルでは危険となることが多い。機体がレギュレーションに違反していないかを検査するため、レース終了後に一旦パルクフェルメに送られ、違反が発覚した場合はペナルティが与えられる。レッドブルカラーの H540 と、 自身も開発に参加したカービィ・チャンブリス大型のウィングレットを追加したマットホールの MXS。R 利用できる機体は単発プロペラ固定脚の機体に限定されているが、レギュレーションでウィングレットの追加や風防の形状変更などが許可されている。また登場する機種はシーズンの途中でも自由に変更が可能である。 2015年シーズンはマスタークラスの参戦者の多くがジブコエッジ540のエアレース用モデル 540V2 か改良型の 540V3 を利用しナイチェル・ラムとマット・ホールだけが MXSR を利用している。ピーター・ベゼネーが操縦するコルバスレーサー540ピーター・ベゼネーは自身のために母国で設計された。 コーバスレーサー540を利用していたが、機体が極技飛行向けで、エアレースには適さないことを理由に2015年の第4戦から 540V3 へ変更した。レギュレーションで機体にかかる重力加速度が最大 10G に制限されているため、高度と速度の他に加速度の計測が可能な、二重情報表示と GPS などの情報を表示、記録する。 レッドブルエアレースエフィスの搭載が義務付けられている。これらのデータは無線により、リアルタイムで確認できるため、実況中継でも参照される。またエフィスに記録されたデータを解析し、次回のフライトに活かすこともできる。2014年からは全チームに、同じ規格のエンジンとプロペラの使用が義務付けられ、エンジンは、ライカミングエンジンズの A をマイナス540を、 レギュレーションに合わせて調整したサンダーボルト A をマイナス 540EXP マスタークラスに参加する機体のプロペラはハーツェルプロペラ製の炭素繊維複合材製エアロバティック用三ハネプロペラ C7690 が使用される。これらは主催者から提供され公開抽選によって個体が割り当てられる。またこれらに対して 改造を行うことは認められておらず、回転数やバルブタイミングにも制限があるため調整の余地は少ないため、各チームは機体の空力改善に力を入れているが、エンジンの空燃比を調整することは許可されているため、パイロットが操縦席から調整できるようになっている。エクストラ 300LX とエンジンのみが違う300リットル2014年から導入した。 チャレンジャークラスは全員が同一の機材を使用するワンメイクレースとなる。使用する機体は2017年までレッドブルから提供されたエクストラ社製の二人乗り極技飛行練習機であるエクストラ 300LX であった。エクストラ 300LX はレース創設当初に利用されていた機種とほぼ同等の性能である。 2018年から使用する機体がジブコエッジ 540V2 に変更となった。エアゲートは2本のパイロン1組からなるスタート、フィニッシュゲート、試験ゲート、水平ゲート、ナイフエッジゲートと4本で1組のクアドロンゲートは2010年まで使用されていたが設定され、それぞれに異なる通過の仕方が決められている。ゲートへの接触や規定に満たない通過を行った場合、 タイム加算あるいは失格のペナルティが課せられることになる。パイロンは基部にあるファンからの送風による空気圧と紐で自立させている。上部の赤い部分は非常に薄いスピンメーカーが使われているため機体が接触すると即座に破れ機体へダメージを与えないようになっている。パイロンの上部はファスナーによりある程度の間隔で連結されている。破れたパイロンの補修は エアゲーターと呼ばれる専門のスタッフによって、ファスナー部分から破損部分を脱着し行われる。なお、パイロン下部の白い部分はターポリンが使用されているため、接触すると機体が破損する危険があり、低空飛行のペナルティも厳しくなっている。エアゲートは、ピーター・ベゼネーのアイディアが元になっている。各ゲートの通過ルールは、以下の通り。スタート。 フィニッシュゲート以下の種類のゲートは2010年シーズンまで使用されていたが、以降は廃止されている。クアドロゲートゲートへの接触や異常接近、不正な姿勢でのゲート通過などが認められた場合、ゴールタイムにペナルティタイムが加算される。またレースの安全確保のため、危険な飛行と判断された場合は即刻失格になる、厳しいルールが敷かれている。 なお判定が即時下されずアンダーレビューの場合は、最終判断が下されるまで飛行を続行することができる。1秒ペナルティ2秒ペナルティ3秒ペナルティ機体が、パイロン上部に接触した瞬間パイロンの修理に向かう、エゲイター DNF フィニッシュせず、そのフライトは無効となる。DQ 失格、そのラウンドの参加権を失う。2017年シーズン終了時点国名。 地域名50音順2019年最終戦まで、レース中やレースに関するイベント等における死亡事故は起こらなかった。中継ヘリ観客のチケットに加え放送権量も大きな収入源であるため、中継ヘリ、エアゲート基部などの地上、レース機に設置されたカメラ映像がリアルタイムで提供されている。中継ヘリは、レッドブルの飛行チームである。 ザ・フライング・ブルーズの 505C が使われている。映像は単なる中継にとどまらず、レッドブルの映像チームや映像関連企業により工夫が施されており、ネットベンチャー社が水泳大会の中継で世界記録との差を表示する技術を応用し、前に飛んだ選手の功績を中継映像にリアルタイムで合成するゴーストプレインなど同時に飛行できない制約を補う。 映像技術が利用されている。日本では2006年はガオラで2007年からは J スポーツで放送されている。2008年には富士テレビが地上波で初めて放映権を獲得した。なお富士テレビでは2007年にスポルトの企画として全線放映されている。NHK では 2015年から2018年まで BS1 を中心に全8レースがエアレース世界選手権として放送されていた。2019年は最終第4戦のみ放送を予定している。インターネットではレッドブルが公式のストリーミングサイトにおいて実況や解説を交えて配信している。2018年についてはダゾーンでも配信していた。ありがとうございます。